ひたちなか流は、茨城県ひたちなか市で発見された化石。当初は、ニクトサウルス科の抑竜の一種だと考えられていたが、再検討の結果すっぽんの一種であることが判明した、ことで知られている。2002年7月28日、茨城県ひたちなか市の平磯海岸で、地質調査中だった、小学校教諭である、千葉県在住の男性によって、 白紀後期の地層から骨の化石が発見された。化石のレプリカを世界的な翼竜の研究家であるデイビッド・アンウィンへ送り鑑定を依頼したところ、翼竜の右肩甲骨の化石だと判明し、日立中竜と命名された。2003年以降、ミュージアムパーク、茨城県自然博物館に寄贈されたものが、ニクトサウルス化の可能性がある化石として展示されていた。 すっぽん鍋2017年、ミュージアムパーク、茨城県自然博物館の学芸員の男性が、論文を書き上げたお祝いとして、自らすっぽんをさばき、鍋として、妻と一緒に食べた。その際に、食べ終わったすっぽんの骨がひたち中流の化石に似ている、ことに気づいた。同じ地層から、すっぽんの化石が多数発掘されていたこともあり、気になって、化石を再検討した結果、 標本が翼流類の肩甲骨ではなく、亀類の上腕骨であるという新たな同定結果に至った。古分類の要因として、外部形態から分類する上で重要な特徴が破損によって失われており、さらに末端部から内部の構造が溶け去っていたことで、たまたま翼流の肩甲骨に酷似した化石となっていたことが指摘されている。なお、 再検討した結果としても、白秋のすっぽんの化石としては、国内最大級であると推定されている。現在、ミュージアムパーク、茨城県自然博物館では、この化石は、すっぽん化の一種として展示されており、化石は新たに、ひたちなかをすっぽんと名付けられている。ありがとうございます。